姉さん、ん？今日のお昼に言ってたけど、歌うたいがみんな強い性欲を持つって本当？ああ、本当だ。姉さんもそうなの？否定はしない。じゃあ僕が…ダメだ。どうして？どうしてって…は許されないからな。今、許されることが必要なの？ダメに決まってるだろ。そんなことをするのは狂った愚か者だけだ。でもそれじゃあ姉さんが。構わない。木の棒でも何でも持ってきて済ませるさ。木の棒？いいから寝ろ。ちょっと野暮用があるからなんて出てった上に向かい見まで来させた。あげくまさか姉妹になって戻ってくるなんて。姉妹じゃない、兄弟だ。え？こいつは男だよ。ワン姉さん、次はどこへ行くの？ちょっとガブリエラと砂の国を攻めてくる。君は教会都市へ戻っている。そんな、僕も一緒に。聖堂で少し頭を冷やしてこい。ガブリエラと合流した私は、魔物がいるという砂の国へと向かった。人の出会いなんて言ってなかったっけ？ああ、言ってた。でも漁師を倒すにはもっと力がいるって言ってなかったっけ？ああ、言ってた。それで人の代わりに弟を作ったって？ああ。わかんないな、あんたのやることは。いいから黙って戦え。気が散る。しわ寄ってるわよ、きつい顔。仕方ない、もともとこういう顔なんだ。嘘嘘、あんたの笑顔はもっと。途中で止めるな。笑顔は何だ。いいのもないわよ。ブスブスブス。つまんない。前はもっとよく笑ってた気がするわ、あんた。
のんきだったんだ。正常だったのよ。今だってあんたの根っこは正常なんだ。男が必要なのに。どうとでも思うがいい。強がっていても結局は子供だった時のまんま。歌うたいだって、いや歌うたいだからこそ生身の人間以上に密な精神的支柱が必要なのね。きっとそうだな。私たちはみんな弱い。ちょっとそこは反応するところでしょ。急に弱らかくんじゃないわよ。調子狂うじゃない。消えなさい。フライダー隊だ。あんたなんて弟とドラゴン二人もはべらせて意味分よね。でもガブリエラは私のパートナーじゃない。ドラゴン、ああそうだけど、神経をやられたらしい。ガブリエラは私の友達だ。友達？よしてよ、別にそういうの望んでないし。あと二人も喋らせてって言って。一人と一人家の騒ぎ一致分かるよ。相手はドラゴンですよ。だろ。だからこうやって毎日実地訓練してる。やだとさらに非効率、全時代的。うるさい。いいから聞きなさいよ。そんなあんたのためにすっごくお得な情報を仕入れてきたんだから。情報？え、森の国に試練の森っていう場所があっても、そこに行けば精神と肉体がみるみる鍛えられるって聞いたわよ。うさんくさい話だ。まあね。だが興味深い話でもある。その試練の森とやらに向かおうか。使徒を持たない歌姫は自らの分身としてあばら骨から弟を作り出しました。二人はお互いの欠けた部分を埋め合うように教会の中で育ってゆきました。月の下、竜は兄弟を静かに見つめていました。